ハッシュが属すするる学名名かららブダイカの名も用いられべて海水魚で、大西洋、インド洋、太平洋など、世界の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。同じベラアモクに属するベラ科、スズメダイ科などと並び、産後小魚類の代表的なグループの一つである。近縁のベラ類が肉食性であるのに対し、本科魚類は一般に草食性で、 死んだサンゴに付着した藻類を削り取るように接触する。ブダイ類は愛を持たず、かじり取ったサンゴを発達した咽頭場で細かくすりつぶすことで、藻類の実を効率よく摂取している。一部の種類は海藻を主食としているほか、カンムリブダイのように生きたサンゴを食べる種類も知られている。ブダイカ魚類が接触する、死サンゴは一個体あたり、年間一トン以上に及び、 サンゴ礁の死滅と再生のサイクルに深く関与すると考えられている。ブダイ類は死んだサンゴの群落を速やかに除去し、新たなサンゴの生育場所を提供することで、サンゴ礁の生態系維持に貢献していると見られる。陰島場ですりつぶされたサンゴは細かい砂となって、環境中に戻されるため、本家魚類は、 サンゴ礁における砂の供給源としても重要な役割を果たしている。すべて中高生で、夜間はサンゴや岩陰に身を潜め休息する。一部の種類は、体表から粘液を分泌し、寝袋のように体を包むことが知られている。ベラカ魚類と同様に、本家の仲間もほとんどが、性転換をする。多くは、成長につれてメスからオスに変化する。 姿勢戦塾であるが、メスを経ずに直接オスとして成熟する、いわゆる一自由を持つ場合もある。一般に鮮やかな斑紋と色彩を持つ。生児の退職は重要な分類形質であるが、死後は速やかに退職する上、性別や成長時点による差異も大きい。干渉魚としての価値は高いが、芝が成長し続けるために、水槽内での維持は難しい。 食用魚として、漁獲対象となる種類も多く、日本の沖縄では貝塚から、本家魚類の咽頭骨が出土するなど、古代から利用されていたとみられる。やや左右に平たく側平たした、いわゆる耐型の体型を持つ。一般に、ベラ類よりも大型で、最大で1メートルを超える種類もいる。顎の歯は融合して1枚の芝となり、オウムのくちばし状となっていることが、 本家魚類の最大の特徴である。ベラ類とは異なり、口を突出させることはできない。ウロコは大きく円ウロコで、側線ウロコは22から24枚。背びれは9本のトゲ状と10本の軟状で構成される。腹気と尻びれは、それぞれ1トゲ5軟状および3トゲ9軟状で、尾ひれの分子びれ状は11本。椎骨は24から26個。 ネルソンの体系において10属88種が認められている。かつてはにやかに細分されたが、分岐学的な解析によりその妥当性は否定されている。本校ではフィッシュベスに記載される97種についてリストする。アオブダイ属の一種。オウムのようなくちばし状の葉が、本科魚類の特徴であるアミメブダイスカラスフレネーティス。青緑色のオツカブが、 特徴の種類。通常は藻類を食べるが、生きたサンゴを接触する姿も観察されている、ヒブダイスカラス5分。非常に美味で、高級魚として扱われる長ブダイ、スカラスルーブラバイオロチーウス。体の前後で2分された体色を持つ。本種は一時オスを持たず、オスの個体数は少ない、色ブダイ、シタスカラスバイカラー。成長に伴う体色の変化と、 私有さが共に著しい種類キツネブダイヒポスカラス、ロンギセプス。食用魚としての需要が大きい、ハゲブダイ、クロルルズソレディダス。琉球諸島では最もありふれた、ブダイ類で、夜間は粘液に身を包んで眠るブダイ族の一種。本族の仲間は、海藻類を主食とするスパラソマクリテンス地中海など、東部大西洋に分布する種類。 水深20から50メートルにかけてのやや深みで生活する。ありがとうございます。